さあなります、アウスゼメカニックの父です。入山です。ダブル212の納車整備の動画ご好評いただいております。ご視聴いただきいつもありがとうございます。納車整備続きということで、今度は221のね S350 の納車整備、これも結構がっつりやったので、それのご紹介をさせていただこうと思いますので、早速見ていきましょう。まずはエンジンルーム。もともとうちの販売してた車なんだけど、途中で社長が乗ることになって、その時にあのカムソレノイドとかカムポジションセンサー全部交換してて、インマニも外して全部交換終わってる車なんだけど、プラス今回バッテリーダメっていう出たんで交換させてもらって、エンジンルームはあとオイルフィルター、エンジンオイルオイルフィルター交換、あとブレーキオイル交換、まずちょっと車検までは5ヶ月ぐらいある。とりあえずうちは基本的にそのフルオプションというか定価で買っていただけるお客さん、初回車検は何もやらんでもいいぐらい整備はするので、そんな感じでブレーキオイルも変えさせていただいてっていう感じのね。ピカピカよね。前212もそうだったけど、エンジンルームがピカピカ、みんなうちの車は。あと、ブレーキ関係はそのままなんだけど、今回は減ってなかったんで、オートマオイル、車回りね、オートマオイルとデフオイル。で、あともう一個、これ、電動油圧パーセっていう変なパーセを使ってまして、電動で、パワーセを動かせばいいのに、電気モーターで油圧を作って、その油圧でステアリングを動かしとるんで、ちょっと特殊な、あの気候って、そうそう、キューキュー言うでしょう、この車。そう、そのせいでちょっとキュー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 言うっていう。のブッシュがようちぎれとって、これももう着地しとったもんで、事故を寄っていただいて。もうちぎれちゃった。それね。そうそう。練り消しみたいになってる。これもう僕は絶対変える、これ。絶対変えるというか、こうなっちゃってる。重たいのよね。重たくて、これ最終でも2013年。うん、つまり11年落ち、うん、無理よそりゃ。重たくてある程度負荷かかるたびにクイックイックイって動いちゃう、ゴムの部品なんで、それはこうなるよねっていう、結構盲点というか。でこれ着地すると何が起こるかって、そのキューキューいう音がでかくなる、うん、そのついちゃっとるんで、振動が、これわざわざ振動をさ、ボディに伝えんようにこうやってゴム挟んどんのに、それがちぎれてボディにつくもんで、振動がボディ伝って音として出てきちゃうっていう、ね、感じで、あとパワーセオイルも交換というか、まあ抜いて入れてこうやってやってをちょっと繰り返してっていう。で今回やった中にデフオイル、オートマオイルはやったんだけど、その前の状態、売れる前の時にもタイヤも新品にしてあって、うち窒素を入れる機械があるんで、タイヤこれ日東の、回転方向があるタイヤ。タイヤに窒素を入れて、いい感じに音も、パターンノイズっていうかな、ロードノイズも抑え気味にしてっていうような感じで、ちなみに、大赤字らしいです。ちょっともう間での、自家用車になっとった時期があるんで、その分距離も伸びちゃったし、そういう経緯があるんで、ちょっと今回は特別というか、しょうがない。そんな。雨よけ。雨よけね、めっちゃ頑張ってつけたもんね。うん。嫌だった。嫌だった。やだった純正の新品つけました。嫌だった。あとは、そのぐらいかな。外装はもともとすごく綺麗な車だったんで、そのぐらいですね。あとエアコンフィルターとかエアコンリフレッシュやらさせていただいて、ワイパー変えてって感じの納車整備でございます。で頑張ったよ。あ、キャリパー頑張ったよ。かっこいいよねこのキャリパー。 ね、 いいね。と真ん中のマークがないんだけど、これご用命で、黒色の新しいタイプ、うん、エンブレムに
交換させていただくために外してある状態。グランドエディションなんだけど、スポーツパッケージが標準で付くんで、スポーツパッケージになるとここがシルバーに色が塗られてメルセデスベンツ書かれる。それだけでもだいぶ違う。かっこいいな、欲しくなるもんな、やっぱ愛着が湧いて。うちは大丈夫。E400 も欲しくなったし、S350 も欲しくなったし、みんな大好き 276N、ね、このエンジンばっかりだもんね、工場が。車検で E43 もご入庫いただいて、なんか1日で4個ぐらい276用のオイルフィルター使ったもん。またこのオイルフィルター。質問は、質問ですか。よくこの車欲しい欲しいって言ってるけど、何が、なんで、何がいい、かっこいい、何がいいの。どこが好きなの。一番ね、ガッとしたお顔しようあ、顔、もう見た目の話ってこと。見た目の話、あとこの前の W220 も結構好き、うん、の前の140も結構好きやしの前の126も結構好きやし、古いのが好きなの、ね、の前の116も結構好きで、これより後の222も好きやし、最近現行の223もかっこいいなって思うよ。ただ厳密に言うと、一番好きで一番欲しいって思うのは220、これのもう一個前の S クラスが一番好きで、なんでかっていうと、ドアロックがまだ PSE ポンプの負圧使ってドアロックスタート取ったり、今のさ、これ350やで使うけど、イージークローザーとかドアのロックするときってさ、ガチャっていうやん、モーター使っとるで、それがモーターになったのがこの221から、はい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 、その前の220までは昔ながらの負圧使ってやっとったから音しんのよ、ドアロック。ドアロック開けたり閉めたりするガチャガチャって言うやん、うん、しないスースーって何それ。そのおしとやかさが好きで。なるほど。そうで、あのランバーサポートとかいろんなとこをその一個のポンプでやっとるもんで、一箇所でも配管が折れたとか袋破れたりしてエア漏れが起きると、それでぶっ壊れる。それがまたクソ高いの。僕が1999年から2005年までの発売だったから、うん、ちょうど僕が小学校ぐらい、小学校2年生から中学校 1,2 年ぐらいまで間作っとった車で、うん、まあよう壊れたの、うん、めちゃめちゃ壊れたし、オイルダダ漏れやし、エンジン止まる、かからんくなる、パーキングからギア抜けんくなるみたいな、で鍵刺しても反応しんくなる、いろんなことが起きた。その140までの140が分かるよね、カクカクなやつ、うんうん、あれまでの機械式から一気にほぼ電子制御全部、で初めてエアサスがついた。だからエアサスはパンクしまくる、もうバシューンって車庫ペタンコになってハンドルも切れんみたいな状態にもなっちゃう。でパーキングのロック、ブレーキ踏まんとさ、パーキングからバックに入れれん、うん、それがまだシフトがここじゃなくてフロアにあるから、うん、ブレーキ踏むとシフトのとこにこういうロックがついてて、ブレーキ踏むとカチャって上がって動かせるようなのがついとったんで、そこがプラスチック製でへし折れて、うん、カチャって上がるんやけど先端刺さったままやん、うん、このこうやって上がらなあかんのがこうなっちゃう。ロックかかりっぱなしでパーキングから外れんくなる。あとその鍵が、一昔前のさ、先端が黒いボッチがついた鍵直接刺せるんやけど、うん、あの金属の鍵じゃなくて、うん、一昔前のそうじゃん、205の前期まで、うんうん、140までは金属製の鍵やった。あのボタンピッと押すとカチャって出てくるジャックナイフみたいな、あの、うん、フォルクスワーゲンとか、はい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 、あんな感じだった。それがよかったんやけど、これに変わって、うん、要は刺すたびに暗号を言い合う合言葉は、それが毎回違って、うん、それで会うとイグニションオンになって、エンジンかけるシステムの電子キーになった。うん、これがまた
問われまくって、刺して合言葉はって言っとんのに、相手がバカになって、こっちのキー側がバカになったりして、鍵回んない、エンジンかかんない、やば、エアサスパンクして走れんくなる、鍵回らんくなって走れんくなる、パーキングから抜けんくなって走れんくなる、で、コンピューターだらけになったんで、の初めての車なんで、コンピューターが悪さしてバッテリー上がり まくる、 PSE ポンプもそう、どっかが破れたりしてエアが漏れちゃうからポンプ回り続けてバッテリー上がる、ポンプぶっ壊れる、いいとこねえやん。それで、あとエンジンもシングルカムの V8 と V6 になって、オイルただ漏れ、隙間という隙間からオイルただ漏れになる。で、ファンベルト、ベルトプーリー、テンショナーとか、そこら辺はもう完全に消耗品。めちゃめちゃ、ファンベルト飛んだとか、よくある。で、L5 っていうクランク角センサーが悪いもんで、走行中に演奏する、エンジンかからんくなる。のが定番。が一番好きなの？が一番好き。だから、それを社長に言うと、マジでやめとけ。社長もその頃には扱ってるからさ、現役で。ここで車屋さん始めて、もう余裕でいっぱい台数やっとるよ。だから、社長自身もいろんな経験してきたし、その、僕がディーラー時代の先輩も、結構、現役でそれ触っとった人たちは、絶対嫌っていう。でも僕は触ってないから。僕が入った頃には、ピッカピカの、新車ワンオーナーのおじいちゃんが乗っとるやつみたいなのしか入ってない。そのいろんな修理の辛さを知らないから。で、もう今、程度いいの以外はさ、海外持ってかれたり解体されたりして、もうほぼいないから、逆に今ありかな。ちょっと遠で怖いけど。帰れんくなる。そうそう。好きなやつがそれな。ブレーキホールドとかもないし。そういうのに比べたらまだ安心じゃん、こっちの。Bluetooth オーディオはないけど、トータルで考えるとなんか一番気軽かなっていう。22にはまだちょっと高いからさ、うん、気軽に楽しめるし、これはこれでこの型までね、フロントのホイールベアリングのハブベアリングの調整ができるとか、結構昔ながらのまだシャシーはエンジンより速くっていう哲学がすごい残っとる感じがあるのが好き。もう年式古いからどうとかじゃないもんね、僕ながらね。これの、だから本当はブラバスとかが欲しいけどね。そんな車ないから。っていう。というわけで、さらっとこんな感じで、納車整備をご紹介させていただきました。もうね、車によってやっぱ違うんで、これが例えば、この前ご紹介したような A クラス。保証継承してから納めるような新しい車はやっぱケア期間中ですし、メーカー指定の交換部品もないし、新しいから、だからまあそんなオイル交換とワイパー変えてエアコンフィルター変えて終わりぐらいの感じになるけど、古いやつは古いやつでちゃんとやって納めますよというご紹介の動画でございました。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録、高評価、コメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。